PA-46 マリブパイパー PA-46 はパイパーエアクラフトが製造する軽飛行機シリーズ。愛称はマリブ。1982年末、パイパー社は新しい考え方の余圧キャビンを持つピストンエンジン単発機を発表した。これは軽レシプロ余圧双発機の内容を単発で実現しようとした意欲作で実際に 軽レシプロ余圧総発機は徐々に生産を減じていくことになる。ピストン単発機に余圧キャビンを装備するという考え自体は1960年代頃から存在した。戦後の小型機用エンジンにおける下級はスーパーチャージャーによることから始まったが、下級圧の制御に有効な手段がまだ確立されておらず、離着陸訓練中のオーバーブーストなど、 慎重な取り扱いを要する面があった。1960年代後半になると、ギャレットやリサーチ車などによって、小型のターボチャージャーが実用化される。下級圧制御にウェイストゲートを用いる、現在の補い機類レイアウトが確立され、取り扱いが要因になるとともに、低価格化も進んで普及し始めた。レシプロエンジンにターボチャージャーを装備することで、性能的には、 巡航高度上限が1万5000フィート程度から2万5000フィートへと向上したが、この航空性能を生かすため、乗組員は1万1000フィート以上での煩わしい、酸素マスクの着用と上昇効果による身体的負荷を伴う気圧変化に耐えなければならなかった。余圧キャビンがあればこれらの諸問題を解決するので、ムーニー M22 で初めて余圧ピストン単発機が試みられ、その後も、 セスナ210に、余圧キャビンを与えた P210 などが続いた。PA-46 から 310P マリブは、これらの初期世代のピストン単発余圧機とは異なった2つの特徴がある。これらによって、ピストン単発機の免許で、非余圧計走発機並みのコストで、余圧走発機のように、25000フィートを対地速度250ノットで巡航することを可能にした。 マリブの試作機は1979年11月30日に初飛行しており、1983年9月に形式証明を取得、予告通り、同年12月から引き渡しを開始した。マリブはその後も改良が行われ、エンジンメーカーをコンチネンタルからライコミングに変更したマリブミラージュターボプロップエンジンを装備するマリブメリリアン、そしてマリブミラージュから、 余圧式キャビンを取り除いた廉価版のマトリックスを発売した。現在はマリブミラージュが M350、マリブメリディアンが M500 へ名称変更され生産が続いている。PA-46 から 500TP、マリブメリディアン。ありがとうございます。